彼女が多重人格だけど質問ある？正確には乖離性同一性、外かな？かわいい。かわいい、性格は真面目で引っ込み思案、ただ結構一人で思い詰めがちかな？どっちよ？あっちは二人だけど、こっちは五人いる。許されるのは若いうちだけだぞ。早めに別れとけ。昔は大変だったけど今は全く大丈夫、むしろ心地いい。共依存とか終わってるわ。早めに、ね。共依存気味なのは自覚してる。元カノが12人だった。新しい人格と会うのって意外と面白いよね。人格の一人が部屋の物ぶっ壊したり、知らんおっさんと勝手に、たりするようになったから別れた。うちの子たちは、みんな彼女のことが大好きで過保護なんだよね。だから友達って感じ、安定してない頃は暴れていたりしたけどもう大丈夫。そんなお前は統合失調症。ただのく、で、ニートです。その時々で、声とか違うの？は本人とがメインでも相談役の人格もいる。声は人それぞれマジで違う。な私に乖離性同一性、乖って何か、詳しく説明してくれるかな。簡単には言えば辛いことかっこかなりのストレス、によって、人間の頭の中に別の人間ができるってこと。一人で100キロ持つのは大変だけど、5人なら楽になるっしょ？心を分けて辛いことを分散して和らげるの。人間の脳ってすごいね。二人でいる時にいきなり人格変わって、誰お前、とかなったりしないの？うちの場合変わる時寝るんだよ。寝ると言っても気絶に近い感じ。つねっても叩いても起きない。最初は本当にびっくりした。やったかと思ったんよ。本当いきなりだったんだよね。二人でいる時にいきなり彼女が落ちて。全然起きない。20〜30分経って起きたら、こっちを見る彼女の目が全然違う。なんか敵意がある目、全く喋らないし少し怖かったよ。昔は2、3分落ちてたけど、今なら30秒で変われる。しかもちゃんとコントロールできる。だからこれはショー、ではないと思ってる。コントロールって何？自覚あるってこと？自演じゃんそれって？わっつ。本人は自分以外の人格の時は全く記憶がない。本人は気がついたら2、3時間経っていてマジビビったって言ってた。俺が他の人格と彼女を、コミュニケーションさせる手伝いしているから。記憶が飛んでも俺が伝えるから問題ないよ。それに今は毎日別格が前に出るわけじゃないしね。自覚してるってのは自分が乖離しているってこと？他の人格の人数、大まかな性格とか俺の伝聞で、だけどね。今日のギリギリガンスレ。マジでどんな辛いことがあったら、24、23、人に乖離するのか不思議。大変なんだろうな、人数調べるだけでも。性格は本当にみんな違うからね。協力的な人もいたり、あんまりな人もいたり。多重人格者は過去に、肉親からひどい逆、されてた可能性があるぞ。もし結婚考えてるならやめとけ。生まれた子も逆、されるぞ。俺は真っ先にそれ疑ったけどそれは違うかった。てかそんな荒れた家庭じゃなかった。原因は異性から受けた、性的体験がトラウマになったんからだと思う多分。一応付き合って5年くらい。付き合い始めたのは高1の時で、彼女はまだ乖離してなかった。高1の中頃から彼女は食欲不振、睡眠症、でどんどん痩せたんよ。中肉中背だったのに、高1の終わりら辺には体重が30切って3ヶ月入院した。まあもともとめ、ヘラの気はあったかな。高2になって彼女は、なんとか食べられる寝られるようにはなったんだよ。ちょっとふっくらして可愛かったよ。でも高2の時に乖離する原因になった出来事があったんよ。だらだら書いときます。気になった人が読んでくれるだけでいいです。高2になって彼女も学校に帰ってきたんで俺は嬉しかった。二人とも同じ文系の部活に入っていたから放課後も一緒だった。そして新しく部に入ってきた奴がいたんよ。俺はこいつを絶対に許せない。いつまでも絶対許さない。初めて心から、してやりたいって思った奴なんだよ。この人間のクズ野郎を M って名前にしとく。初めはなかなか部に馴染めない M を、彼女が面倒見ていたんだと思っていた。夏休みに入って俺はあまり部に顔が出せなかったんだよ。家が自営業でしょっちゅう手伝いをしてたからさ。たまに顔を出すと、よく M と彼女は仲良く話をしていて、彼女自身自分を慕ってくれている後輩が可愛かったらしい。変な感情は一切なしに、彼女は弟みたいに可愛がってた。でも M は違う気持ちだったみたいなんだよ。俺は全然気がつかなくて気がついた頃にはもう遅かったよ。最初に会った人格、ちなみに名前は K としておく。K は彼女のことが大好きで、彼女を溺愛している。彼女曰く双子の姉みたいな感じ。K とは大親友でこれからも長い間お世話になる。多分いや間違いなく女性。最初は俺のことが大嫌いだったらしい。まあ事情を考えたら仕方ないけどね。彼女が出てきてからやっと俺は M と彼女の間のことを知ったんよ。M は彼女に性的な嫌がらせをしていたって。紆余曲折あって M は部から飛ばしたった。まあ当たり前だよね。そして彼女が乖離し始めたんですよね。二人から三人そして四人また五人って感じ。今は彼女と他の四人で安定しています。まあよほどのことがなけりゃこれ以上増えないはず。ちょっと残念だけどね。それぞれの人格の特徴詳しく。K、最初に会った人格、双子の姉らしい。歳は多分彼女と同じくらい、彼女が好きかっこ家族愛&性的な意味で、最初はライバル敵視されてたけど、俺と K で彼女を幸せにしよう、と言ったら協力的になってくれた。人格カーストで言えば上から2番目くらい。
はい、二番目にあった人格。自分は男と言っている彼女の中では、唯一の男人格。年は多分20代、雰囲気はなんか敬語を使うかしこまった人。男目線のアドバイスをくれる人。たまに彼女には言えないような下ネタを言ったり、体が女だから、俺がよくセク、ラすると本気で怒ったりする。人格カーストは下の方。ろ、し、た。かなりの幼い、そして負けず嫌いで可愛い。仕草言葉遣いは本当に5歳そのもの。普段サバサバしている彼女が、こんな風になるとは最初は信じられなかった。帰りってすごい、マジで子供なんだもん。たまに撫でてあげる、間違いなく天使。人格カースト圏外。し、年上お姉さんって感じの人。よく性にトラウマを持つ彼女との行為の時の、アドバイスをもらう性のアドバイザー。もちろん大人の意見も言ってくれる。しかし口が相当悪く、なおかつ意地悪でも頼りにしている人。カーストは上から3番目くらいか。多分俺がかなりのプラス思考で、あんまり適当な性格だから長続きしているのかなって思う。まあ誰だって人生で1回くらい、多重人格って憧れるよね。俺も考えてたけど、実際目の当たりにしたら大変だと思ったよ。大切なのはカバーしてくれる人がいるかどうかだと思う。人格にはピラミッドみたいなカーストがあって、下人格から上の人格に干渉できるけど、上から下には干渉できないみたいな感じかな。ちなみにさっきのロ、の C は、誰も干渉できないので健在、本当 C ちゃんは天使。干渉って何？完全じゃないけど、うっすらと別人格の視点を見れる感じ。表に出てなくても、何が起きたか多少はわかるってこと。サイレンの視界ジャック的な感じで見えてるはず。なるほど。でもそれって乖離が弱くなってきたってことじゃね？かもしれない。でもまだ人格ははっきり残っているし。俺も彼女も消えてほしくないと心から願ってるよ。別人格の子からしたら失礼かもしれないけど、俺からしたら、別人格も彼女の一つだと思ってるから、あんまり消えてほしくない。乖離性同一症は、人格の統合が必ずしもゴールではないからね。あれ？今コントロールできてるってことは、何日でも主人格で生活できるってこと？そう、もうほぼ完全にコントロールしてる。基本は彼女が生活してるよ。例えば俺が、愛に会いたい時は、彼女に会いたいって言ったら、しばらくした後に愛に会えるし、緊急な用事で他の人格が変わりたい時は、彼女も急な眠気が来るからわかるらしい。多分もう見てる人はいないと思うけど、このすれ立てたのは、多重人格は決して小、になるわけじゃない。って言いたかったからなんです。ここで一本目のお話は終了です。多重人格者だけど質問ある？おそらく俺本人かっここのすれ立ててる。B、50歳男、本人曰く映画俳優。C、19歳女、浪人生。D、31歳男、戦国時代からタイムスリップしてきた侍。今の意識は A。12秒。あ、ちなみに B から D は、俺の中に住んでる。とりあえず D から、現代では語られてないような、その時代特有のマイナー知識でも教えてもらえ。嫌だて言うほど教えてもらった。今の歴史の教科書は間違いだらけだよ。どんなところが？教えて。時代劇みたいに、旗とかあんな綺麗に揃ってはなかったってさ。各自が白い布に好きに書いてた。かなりひどい略、受けてたの？略、は受けてないよ。普通の中流家庭で育った。いや現代で語られていないような話を聞け、創作歴史ものとかどうでもいいから。侍ならその時代にあって、後に消滅した剣術の流派とか、そういう知識も豊富だろ。D から聞いた間違いだらけの一例を教えて。A 以外の人に名前はないのだろうか。鋭い質問だね。実は僕も本人たちに名前聞いてるのだけど、教えてもらえないんだ。なんで精神分裂して侍になるんだよ。病院では、そういう診断出してるけど、本当は俺の中に複数人が入り込んでるんだ。オカルト池とか言われそうだけど、口癖ござるになんの？身分の高い侍らしくて、ござるとかは言わないよ。自分のこと、よとか言ってる。朝とか昼でも、あいたたたた。基本的人格ってほとんど表に出ないんじゃないの？大体どうやって他の人格と会話してるんだよ。基本的には筆談だよ。B からの伝言で、C が、言ってたよっていうのもあるし、C から直接の書き込みもある。ちなみに、今は D から D の話しかしていないけど、俺の中には12人の人が入ってるんだ。いた子とかも入ってる。D に文章を書いてもらって写してくれ。文章の内容は何でもいい。D はプライド高いんだ。だから、俺が書けって言っても書いてくれないよ。病院は病気になった人が行く場所だよ。D は、一度も病院なんかには行ったことないらしい。じゃあ D が喋ってた言葉を、そのままの口調で再現して書いてみて。なんで病院に通わないんでしょうね。自分が亡くなるイコール、ですよ。ちなみに、全部の人格の中に Z がいるんだ。こいつが全員を統括してると思う。もしかしたら、俺の本当の人格は Z なのかもしれない。あんまり伸びなかったな。12秒は淵の病だから。かわいそうだけどな。ここで2本目のお話は終了です。多重人格かっこ乖離性同一性症の女だけど質問ある？物申したいこと聞きたいことその他よもやま話なんでもどうぞ。28歳女。160センチ、57キロ。F カップ。猫好き。ブチ切れてる時のこと本当に覚えてないの？うっすら記憶があることもあるけど、ほとんど覚えてない。
甘えじゃん。お前もしばらく身内から、性的虐、されてみろ。その後親からなぜか私の方が怒られて、保護室ぶち込まれるんだぞ。甘えか？勉強しまくって大学は特待だったぞ。帰りの子、好きだよ。独特の雰囲気があるよね。宮沢賢治の世界観に近い。また卑怯な方だな。帰り自体は珍しい病気じゃないけど、独特の雰囲気っていうのは初めて聞いた。どんな感じがする？印象とか。確かに、会うたびに雰囲気違うとは言われる。宮沢賢治ねえ。統合失調症、躁うつ、依存症、PPD、ASD、ADHD。それぞれ雰囲気があるけど、帰りの子は素敵な感じがする。ふんわりしているというか、どこか現実っぽさがないというか、つかみどころがなくて、ここにいない感じかな。宮沢賢治も帰りだったかもって話なんだってさ。学生時代コンパニオンのバイトしてた時、君だけ心ここにあらずだよ、プロとして失格だ。って、酔ったお客さんからお説教いただいたな。じゃあなしやねえ。しかし、酔っ払いの方こそ、心ここにあらずなんじゃなかろうかと思った。酔っ払いはその後、おさ、りはオッケーか？とか聞いてきたし、トルコ風呂の話ばかりするし、確かに心ここにあらずは、お客さんの方だったかもね。酒飲むとダメだねえ、人は。特におっさんはしょうがないやつばっかりだ。フォローしてくれてありがとう。実際確かにプロ意識が欠けてたと思うけど、病状が今よりずっとひどかったから、よくバイトやってたなといったところです。なんかこう、恋愛とか大丈夫なの？健常者のそれとは何かが違いそう。一個下の子と付き合ってるよ。最初こそ波乱だった。帰りもひどくなってたし。でも今は以前より落ち着いてる。彼の理解のおかげが大きい。あちらのご家族にも紹介していただいてる。静寂、だろなぁと思ってすれ開いたら案の定だった。ご明察。この病気は静寂、されてた人多いからね。父親から性的虐を受けて母親が守らなかった系。父母は離婚、母方に引き取られ兄から逆。母は、お前が悪いとのたまえ、精神病院へ連れて行かれ保護室にぶち込まれる。後に父方へ移り、母、兄ともに絶縁済み。エピソードでも書くか。最初の診断は統合失調症、初診16歳かな。ずっと脅されて言えなかった、逆、から逃げるために母、家で家を飛び出して、理由話したら母に叱責されかっこ役。それからしばらく通って、入退院も繰り返し、現在の主治医、帰りのエキスパートに出会い、帰り性症、の治療をしていただいている。帰りのエキスパートってどうやって見つけるの？精神科の専門医？ってどうやって探すのか気になる。帰り性症、専門医、病院、とかで検索すると何名かの先生が出てくるよ。で、どうやら私の中には小さい頃の私と、怒ってる人の二人の他の人たちがいるらしく、たまに診察室でも変わってるそうな。気づいたら病院の5階まで登ってて、窓開けて飛ぼうとしてたところに、受付お姉さんが来て、名前呼ばれて我に返ったり、しょっちゅう。小さな子はいつも悲しそうにしていて、よく泣いてるって、怒ってる人は低くらいブチ切れてるって。うちの嫁もそうだよ。結婚なさってるんだね。生活で奥様に気を使ってることとかある？不安に思いそうなことは極力取っ払ってる。あとは他人に病気のことを言わない。知ってる人の前では出やすくなるからね。うちの彼と一緒だ。ご理解あって、素敵な旦那様だね。病気カムアウトしてる人の前だと出やすいのも同意。多分、それまで警戒しておとなしくしてた他の人格が、気を許しちゃうんだろうね。それぞれ意味を持って生まれてきてるから、それぞれ納得させて安心させていくのが、減らすための努力だと思う。まあそれは本人次第って言いそうだけど、周りの環境や一番近い人の努力が一番だと思う。周囲の支えには、私も心から感謝しています。あの時優しい人たちが周りにいなかったら、と思うと生きてるかも怪しいです。これからもいろいろお世話になってる自覚を持ちつつ養生しますね。母親も父、いやね、母親も相当歪んで育ってそう。あの女、年齢は置いといても子供が子を産んだ典型だから。親子の会話の記憶も、職場の愚痴か、体調不良の愚痴か、私が成績学年1位とか取ってたんだけど、そのせいでママ友たちから妬まれるから普通になってくれとかいう、意味不明な愚痴とか、愚痴しかなかったな。自称そんな病気のやつに、メンタルズタボロにされたわ。しかも同じような病気に一時させられたし、治ってるのかもわからん。病気だから忘れてるから気を許してるからって、人を傷つけていい免罪符にはならないってこと覚えててほしいな。大変な思いをなさいましたね。今は体調大丈夫？こちらは、帰りを免罪符になど思うと思っていません。むしろ、帰りで、他の人格がやってるから、というエクスキュースに逃げている気がして、あまり他の人格の存在を認めたくありません。いい大人だし、自分の引き起こした行動には責任持ちたいので、何の問題もなく、今は幸せに日常生活できてるからいいんだけど、元の人間じゃないし、そいつが戻ってこないままってのが引っかかるだけ。逆に人の前で悪い人格出せるっていうのは、他人なんてどうなってもよくて、自分だけいい気分するためにそうなるんだと思ってたが、良識持ってる人もいるもんなんだな。同じ病気でもいろんな人がいるから、あなたがひどい目に遭われたのはとても悲しいけれど、でも帰りの人たちみんなを恨まないでくれると嬉しいです。帰りするタイミングって自分でわかる？いわゆるトリガーかっこ引き金は分からない。
けど主人やら彼やらの話によると、私は聴覚過敏だから、赤ちゃんの泣き声や、大きすぎる音や、男の人の怒鳴る声や、人の笑い声、あとは家族団らんの話がダメみたい、仕事なんかで疲れすぎていてもダメみたい、明日休みだけどそろそろ寝ます。温かいコメントや、煽りへのフォローありがとうございました。気分転換や頭の整理もできたし、励まされました。ありがとう、おやすみなさい。はい、お疲れ様。おやすみなさい。いい夢を。ここで3本目のお話は終了です。世間的に言えば多重人格だけど質問ある？特定されない範囲で。どんな人格がいるの？いろんな奴がいるが全員男。俺の知ってる限り今8人いる。補足すると、俺が認知してる8人以上の人格がいる可能性がある。説明しにくいが、外にいない時に俺たちがいる場所みたいなのが、とにかく広くて、構造も把握してない。俺が生まれるより前からいる独学者が言うには、前にはもっと違う奴がたくさんいたけど、監禁して出てこれないようにしたり、どっか遠くに行ってわからなくなった奴もいるらしい。あまり話は聞いてないけど、独学者が一番上の人格になる前に、いろいろ指示してた奴が他にいたらしいので、8人プラス1人は確実にいたことになる。そいつがどこにいるかは独学者もわからないらしい。何人いるの？腹一の祝い。違う。医者に症状言われた時はどう思った？医者から聞いた俺は、もともと人格複数あるの知ってたし、なんとも思わなかったな。エイラは元気か？知らない。それぞれの特徴を教えて。名前とかないから今適当につけたわ。本人、男20代半ば。俺、年齢は知らないが、本人と同じくらい外に出てることが一番多いので、周りからは本人と思われている。喫煙者、ヤンキー、やばい時に出張ってくることが多い。面倒見が良くて外の人間から好かれてる。ヤンキー趣味があるトラブルは大体こいつが起こすが、自分で勝手に解決するから基本的に無害。格闘技観戦と喫煙が趣味で、勝手に道場に入会した。ディベーター、口気、蚊が強い。こいつもよくトラブルを起こすが頭がいいので、学術研究とか頭使う系の大会で、賞状をたくさん取ってた。最近パソコンを新しく購入。赤ん坊。俺的にはこいつが本人のコアの部分だと思う。年齢は3から5歳くらいでずっと泣いてて、ママとしか言わない時々出てくるが女と寝てる時に、よく勝手に出てきてドン引かれるので大変。基本的に本人以外の人格はこいつを守るためにいる。デザイナー。絵を描いたりデザインするのが好き。よく存在しない企業のロゴマークを作って遊んでる。家事が得意だが掃除は嫌い。こいつは PC にフォトショといられを入れたが、ヤンキーが勝手に解約して切れてた。独学者。こいつの場合は自分でこう名乗ってる。勝手な哲学理論を作ってよく語ってる。愛とは許すこととか、人生とは自分の幸福値を、いかに最大化するかとか、こいつ基本的に人格を管理してて、誰を出すか決めてる。ただ絶対的ではなくコントロールできないときは、それぞれの人格が勝手に外に出る。本人と俺たちの接触させないという方針を出したのもこいつ。イカレ野郎。すぐ人を殴ったり感情のまま行動する。自、行為もして危険なので独学者の指示で、絶対に表に出ないように外から追放して、俺とディベーターとヤンキーの3人で抑えてる。赤ん坊とこいつの接触も禁止されてる。こいつの気の向いた時は一応会話はできるが、基本的に俺も話すつもりはない。ディベーターの学術研究って何の研究よ？ディベーターは大学で公共政策の研究して賞を取ってた。他にもいろいろそういう大会や発表の場で賞を取ってるから、脳みそは優秀。人を集めるのはヤンキー。勝負するのはディベーター。実績を活用するのは、俺と役割分担が自然とできてる。就活は俺がした。誰が書いてるの？2番目の俺が書いてる。独学者と赤ん坊以外は、俺が説明しやすいように勝手に今つけた。独学者は自称で赤ん坊はみんなそう呼んでる。基本的にみんな外にいる時は本人の名前で生活してるから。個別の名前という概念がない。田中太郎の人格の一つとしての俺とみんな認識してる。ああなるほど、俺って人格なのか把握した。わかりにくくて申し訳ないな。便宜上俺を喫煙者にしよう。だ、子大好きだし。ビリー・ミリガンとか読むの？本読まない。全人格の記憶はあるの？それともその人格の時の各々の記憶しかないの？後者、話せる奴は記憶の共有する時もある。俺もイマジナリーフレンドがいるってことにしてるけど、一歩間違えば多重人格だと思う。それでいいと思うが病院行け。人友達？知らない。別人格出てる間の記憶とかどうなってんの？気がついたらかなり時間経ってるとか？俺はないから自分のいない間の話は出てる奴に、聞くようにしてる。出てる奴に聞くって別人格と対話できるってことか？俺は基本的に話しかけることはできる。会話が成り立つかは相手次第。なるほど、その発想は全然なかったわ。答えてくれてありがとう。俺も車乗ると人が変わるって言われる。ここで全てのお話は終了です。人になかなか理解されない病気ですが、一致たちが受け入れられる社会になるといいですね。